今日は疲れない体のお話をしていこうと思います。これもご相談を受けて、疲れやすい体でファスティングとかもしていって体調を整えて、状態をいい状態を作っていきたいなっていう方がおられましたが、それはファスティングだけでは足りないかなと思います。ファスティングだけでは足りなくて、他に考えなければいけないっていうことがいっぱいあります。疲れない体を作っていく方法は一つ、ミトコンドリア、ミトコンドリアさんに働いてもらうってことですね。ミトコンドリア、これがとっても大事になります。これがとっても大事になります。ミトコンドリアって何かというと、体の中の細胞、こういった細胞、ちっちゃい細胞の中にある、もう太古からある、なんて言うんでしょうね、細胞小胞体、なんか絵を描くとですね、こんな、ちょっと分かりにくいですね。まあなんかこんなものだと思ってください。ミトコンドリアっていうものが体の細胞にいっぱい、もうたくさん入ってます。これの働きをすごく良くしていかないと、疲れやすい体っていうのが作られてしまいます。このミトコンドリアさんで、エネルギーっていうのが生成されます。 ATP って言います。エネルギー、私たちが体を動かしていって、元気に動きていくためにはこの ATP っていうのが必要になります。これの作られ方っていうのが2パターンあると思ってください。2パターン、いや3パターンですけども、本当1つが解凍系っていうところですね。解凍系、これが1つ。もう一個が電子伝達系っていうものがあります。これ映ってるかな、電子伝達系っていうものですね。これの2種類で簡単に言うと ATP っていうものが作られていると思っていただければと思います。この解凍系っていうのは、読んで字のごとくですね、糖を溶かして、糖を使ってこの ATP、 エネルギーっていうものを作っていくっていうのが解凍系になります。糖を溶かす、でこれは若い時ですね、若い時にこっち解凍系っていうものが作られます。なので子供の時とかちっちゃい時っていうのは炭水化物、糖質っていうものを取ってもまあ大丈夫です。エネルギーをちゃんと作ってくれますので、取りすぎて体がどうかなっちゃうとか調子が悪くなるってことはほとんどないと思います。なのでご飯をいっぱい食べて、野球部の子がですね、山盛りご飯を食べてもやっていけるのはこの解凍系っていうもので、体が作用してるからです。ただそれって40、50歳になってもあんな風に、ご飯山盛り1杯、山盛り2杯とか食べてたら体は絶対疲れてしまいます。それがこのエネルギーの作られ方が、だいたいそうですね、3、40代ぐらいで切り替わっていきます。切り替わっていくってことですね。なのでこの3、40代の人とかは僕とかを見て、いや若くていいね、全然疲れないでしょうとかって言うんですけども、それはエネルギーの作られ方に自分がちゃんと慣れてないってことですね。解凍系で作られたままの状態、例えば外食とかが多い方、外食とかが多いと外食って糖質ばっかりなので、なかなかこの電子伝達系っていうものが働かなくなってしまいます。電子伝達系をうまく働かせていくためには野菜類だったりとか、タンパク質とか脂質っていうものが必要になります。糖質ではなくてその他の栄養素ですね。こういったところから、エネルギーが作られていきますので、ずっと中高生と同じような食べ方をしていると、それは当然体が疲れやすい体になってしまうっていうのはもうエネルギーの作られ方からして当然のことっていうふうに思っていただくといいかなと思います。なので気をつけなきゃいけないこととしては、この糖質っていうのをまずは減らしていくことですね。そしてこの解凍系っていうものではもうエネルギーは作られなくなってきてますので、これを減らしていくこと、
そして、野菜類、タンパク質、脂質っていうのを増やしてあげるってことがとっても重要になってきます。とっても重要になってきますので、そういった意味で食事をちょっと見つめ直していって、結構多いのはこっちは制限できてるけど、それに伴ってこのタンパク質の量が減ってしまってたり、質のいい脂質っていうものが少なくなっていたりっていう方がとても多いので、そこは注意していただくといいかなと思います。今日はざっくりとしたこの、あらましのところをちょっとお伝えしていきました。次週また次回ですね、もう少し詳しくこの辺のところをお話ししていければと思います。また分からないことあればご質問いただければと思いますのでお願いいたします。以上です。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお与えさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイの施術を受けられます。1つ目カウンセリングが無料、3つ目お得情報というところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。